次に2番中村誠議員。はい、中村議員。はい、小生会、中村誠でございます。議長のお許しをいただきまして、一問一答にて、質問をさせていただきます。まず一問目ですが、空き家対策、危険空き家についてであります。これは先日、堀畑議員も同様の質問をされましたことから、重複する部分もございますことをご了承願いたいと思います。まずはじめに、この空き家対策についてですね、危険空き家と今回ちょっと付けさせていただきましたが、こういった特定空き家についてですね、今年3月に判断基準が作成されまして、それを受けて11月にさらに細分化認定に向けての動きがなされたというふうにお聞きをいたしました。そこで改めてお聞きします。現在の空き家と認定されているランク別件数、その他詳細、そして危険空き家の認定状況をお聞かせください。伊藤建設部長。はい、現在の空き家と認定されているランク別件数、その詳細、また危険空き家の認定はどのような状況かというようなご質問でございます。はじめに空き家等のランク別の件数でございますが、平成31年2月に策定いたしました松阪市空き家等対策計画におきまして、自治会の協力やアンケート調査を実施し、市内の空き家等の件数を3109件と把握いたしました。そのランク別件数でございますが、空き家等の状況に応じてすぐに進めそうな空き家を A 判定、少し手を加えればすぐに進めそうな空き家を B 判定、進めない空き家を C 判定と3段階に判定しております。その内訳といたしましては、 A 判定空き家が1154件、 B 判定空き家が1123件、C 判定空き家が758件、自治会の実態調査では建物の状態が判別できなかった空き家が74件ございました。その後、建設リサイクル法による解体の届け出とか、資産税課に提出されました家屋の滅失に関する届け出等により減少した空き家、また空き家等に関する相談を受けて新たに把握したものもございまして、これらを集計した結果、令和2年3月末時点におきまして把握した空き家の件数は134件少なくなり2975件となりました。その内訳といたしまして、 A 判定空き家が1154件から4件少なくなった1150件、B 判定空き家は6件増えまして1129件、 C 判定空き家は70件、少なくなりまして688件でございます。また判別できてない74件につきましては、職員による調査を行いまして、各状態が判別できた66件を再配分しております。ただまだ残り8件は現在も調査の方を継続しておるところでございます。次に、議員がおっしゃられました危険空き家でございますが、これは空き家等対策の推進に関する特別措置法に規定いたします特定空き家等に相当するものと解しております。その状況につきましては、現在老朽化が著しい空き家を特定空き家等予備群として把握いたしております。令和2年2月時点では、
特定空き家等予備群を92件としておりましたが、本年度におきまして空き家等に関する相談の中で老朽化が著しい空き家を4件把握いたしましたことから96件に改めております。また特定空き家の認定状況についてでございますが、この特定空き家等予備群96件に対して所有者等の調査を行い、所有者等が判明したものについて、まずは適正管理依頼文書の送付とともに特定空き家等の認定に関する注意喚起を行い、自主的な対応を求めました。それでも回答とか反応がない場合、改善が認められない場合には地域住民や知事会から苦情相談が寄せられているもの、倒壊の危険性が高いもの、道路利用者や臨時建物への影響が高い空き家11件を優先的に行うものとしてリストアップし、この中でも特に危険性緊急性が高い空き家3件を特定空き家等認定候補として選出し、松阪市空き家等対策協議会にて意見聴取を行ったところでございます。以上でございます。はい、中村議員。はい、細かく説明いただきましてありがとうございます。先ほどのご答弁の中で、ABC ランクある中のいわゆる C 判定、住めない空き家というのが、全体の、中で688件ということで 23% ほどになります。まあ、この数字が多いのかどうかというのは、まあ、私自身としては、まあ、結構あるなというような認識でございます。でその中でですね、まあ、確認をしたところ、危険性緊急性が高い空き家が3件、まあ、リストアップされたということですが、この3件については現在特定空き家と認定候補という形で認識をさせていただいております。これは後ほどちょっとまた質問の方に、関係してきますので再確認をさせていただきました。で、まあ、その中でですね、老朽化が著しい空き家が今現在96件あるという中で、まあ、行政の方からでもですね、その所有者等々いろんなものを調べていただいて、認定に関する注意喚起であったりとか、適正管理依頼文書というものを送っていただいて、さまざまな手段を講じていただいていることは把握しております。でその方が、まあ、自主的な対応をされているかと思うのですが、まあ、その中で、こういった自主的であったりとかいろんなことで、除去に向けて動いた物件件数というのはどの程度ありますでしょうか。伊藤建設部長。はい、除去された件数ということにつきましてお答えさせていただきます。空き家等の減少につきましては、先ほど申し上げました通り令和2年3月末時点で134件減少してございます。このほとんどは解体除却によるものと把握しております。また96件の特定空き家等予備群のうち令和2年7月時点におきまして7件が解体除却されていることを確認しております。これらの減少は空き家等の所有者に対して行っている適正管理依頼の文書、また固定資産税納付通知書の送付に合わせまして不良空き家等住宅促進補助金、または木造住宅除却制度というようなものの各種解体補助に関する情報提供も行っております。それらのことによりまして所有者の方々自らが解体除却が進んだものかと考えております。以上でございます。中村議員。
はい、96件のうち7月時点で7件のお宅が除去されたというふうに聞きました。この7件というのはですね、松阪市がやっている不良空き家と除去促進補助金ですか、これが今年度、予算がついております。除去工事等に関する工事の3分の2以内ですね、上限25万円をして、補助をするというものですが、今年度、24件の分の予算600万円が計上されていると思うんですが、この7件というのはこの補助金を使って除去された案件でしょうか。伊藤建設部長。はい、この除却されました7件でございますが、この不良空き家と除却促進補助金を活用されて除却されましたものが1件ございます。また木造住宅の除却制度を活用して、除却されたものが1件、あと残り5件につきましてはこれら制度は活用されず、所有者の方々自らがのご負担で解体除却されたものでございます。以上です。中村議員。はい、ありがとうございます。いずれにしましても持ち主所有者の方がですね、自主的に除去に向かわれたという案件が当たることは、ありがたいかなと思っておりますが、その中で市の方がですね、注意喚起等々いろんな手段を取っていただいていると思うんですが、それでも96件まだ残っているということ、さらには先ほど言った危険性の高い空き家が11件、緊急性が高いのが3件残っていると、このうちについてもいろいろ注意喚起等していただいているものと思うんですが、それでも現状残っていると、こういう形になってくると最終的にはやはり行政サイドの方で何かしら手段取っていただくのがいいのかなと思うんですが、そうなっていきますと今度は行政の方でできる、いわゆる除去に向けての方法として行政代執行、略式代執行というのがあるんですが、これに向けてですね、松阪市がどのようにお考えなのかお聞きしたいんですが、ちょっと一つ事例を出していきますと、今年度、2020年11月30日報道、新聞報道ですけれども、富山県出水市にある空き家が倒壊する恐れがあるとして、市が略式代執行という手続きで強制的に取り壊す作業を11月の25日から始めたということです。この取り壊される建物は木造2階建て、広さ約103平方メートルの空き家と。所有者が5年前に死亡して、屋根、外壁の一部が崩れ落ちるなど、周囲に危険を及ぼす可能性があるとして、市が略式代執行を執り行ったそうです。それに向かうまでのさまざまな努力はあったかと思うんですが、ちょっと気になったのが、費用が工事費330万円かかっているということなんです。これは市が負担するということなんですが、私もいろんなところで調べているときに、空き家を壊したりとかするのに、最低でも5、60万、高いところになると100万以上かかってくるよなんていう話を聞いている中で、この新聞報道を見て、いや、結構かかってるなと、じゃあ、単純に地域的な、場所的なものもありますので、一概には言えませんが、結構な金額がかかってくるんだなというふうな認識を受けました。これがだからどうというわけではないんですけれども、こういったお金のかかるものについて、行政代執行、略式代執行についての市のお考え方をお聞かせください。伊藤建設部長。はい、代執行に対する市の考え方ということでございます。空き家対策として、特定空き家等に対する改善措置を求める相手方といいますのは、所有者であったり、相続人であったりいたします。所有者等の調査を行い、所有者や相続人を確定する必要がございます。また、所有者等が不明な場合であっても、不明であるということを確実にする必要がまいります。
大使公の考え方でございますが、先ほどの特定空き家と予備軍96件のうち所有者や相続人が明確になっていないものは継続して所有者等を調査しているところでございます。所有者や相続人が判明したものにつきましては、まずは自主的な対応を行っていただくため、適正管理依頼文書の送付や電話等により適正管理を粘り強く働きかけておりまして、今後も継続して行ってまいります。所有者が不明な特定空き家の除却としましては、略式代執行のほかに民法によります財産管理人制度がございます。この制度により家庭裁判所が選任した財産管理人が家庭裁判所の許可を得て空き家の解体除却や解体後の空き地の売却などができるようになることから、略式代執行または財産管理人制度による処分を比較検討し、効果的かつ効率的な方法を選択する必要があるというふうに考えております。略式代執行を単に行うというだけでなく、このようないろんな選択肢を検討する中で、今後、効率的な方法を、考えてまいりたいというふうに思います。以上です。中村議員。はい、ここでですね、財産管理人制度というものが出てまいりました。これも行政代執行の事例として、世田谷区で、ちょっと前ですけど2017年に、実施されたそうです。初めて民法の規定により、不在者財産管理人制度を使って、取り壊しをしたと。これは隣の家の住民の方が土地購入の意向を示して、そのため解体費用は隣家の住民が負担をしていただいたということで、通常の行政代執行よりもスムーズに、土地の除去、解体除去が、完了したというような事例がありますが、ただ、これは東京の場合であって、例えばこういった松阪市においてですね、やはり皆さん、普通に売れるんやったら、多分売買してると思うんですけど、なかなか買い手もなかったりとか。そういった部分でなかなかそういった踏み切れない案件もたくさんあるんではないかなと思いますので、ちょっと、またかいわゆる本町管内であればどうかと思うんですが、我々のような稲井高地区であればね、非常に難しいんではないかなという思いがあるんですが、ここでですね、ちょっと再度確認をしたいのが、1問目で質問をさせていただいた、危険性緊急性が高い空き家3件、あくまでもこれ、候補ですね、特定空き家の認定候補ということなんですが、この3件を認定するまでの、スケジュール、その他ですね、まだ11件、危険性の高いのがあるんですが、今後どのような形でこの候補まで至っていくのかのスケジュール的なお考えがありましたらお聞かせください。伊藤建設部長。はい、特定空き家と認定候補の3件につきまして、どのような、スケジュール感とか、そういうようなものをこう見据えているかというところでございますが、この特定空き家と認定候補として、3件をこう選別する前に11件につきまして、倒壊の危険性や周囲の影響度など所有者への適正管理依頼の経過及び不在所有者の不在が判明しているものを優先的に、優先度の高いものとして11件を選定を行ってます。で、その中でより緊急性の高いものとしてこの3件を挙げたところでございますが、
最初に議員の方もおっしゃっていただきましたように、11月には松阪市空き家等対策協議会を実施しております。この3件に関しまして、空き家等対策協議会にて特定空き家への判断および措置に関する意見を伺ったところでございますが、案件によっては再調査の必要性もあるということで、これらの、対応結果を踏まえて今後認定を進めていく予定でございます。以上でございます。中村議員。はい、私がここで気にしているのは、まだ現状認定候補ということで認定されていないということは、例えば空き家特別財産措置法の中でいう行政ができる指導とか勧告ができないというふうに、まだできですね、認定されていないのでと思うと、まだまだ進んでないのかなという気がいたします。初めて認定をされて指示、指導、勧告、勧告になるとちょっと非常にデリケートな、税金の免除もなくなるというようなことがありますので、難しい部分はあろうかと思うんですが、今までも一生懸命やっていただいていると思います。管理を、ね、適正にしていただくようにであったりとかということはやっていただいていると思うんですが、なかなかこのまだ候補ということはスピードがちょっとまだまだ遅いのかなという気がするんですが、できれば今年度中にでも認定をしていただいて、速やかにやっていただきたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。伊藤建設部長。はい、特定空き家のこの代執行に至るまでには、特定空き家の認定というものを行いまして、でまず最初に助言指導というようなものを行います。2つ目が勧告、3つ目が命令、そして最後に助客に向かっての略式なり強制なりの代執行という4段階の手続きを経ていくわけでございますが、今回協議会に諮りました、3件につきまして、いずれも、周辺に著しい危険を及ばす物件でございます。早急に、再調査が必要な物件については再調査を行い、年度内にはその何件かは特定空き家の認定は、するような形で今進めておるところでございます。ただそれら調査にはそれぞれの空き家ごと固有の、これまで除却されなかった固有のその問題点がございますので、それらも一つずつ解決をして所有者の特定を、急いでまいりたいというふうに考えております。以上です。中村議員。はい、いろいろ手続きかかることは承知しておりますが、いろんなところで、危ないということでたくさんの住民の方からお声を上がっていると思います。地元の方でも本当にちょっとレアケースになりますけども、土地と建物の持ち主が違っているようなケースであったりとか、もう本当に管理人その所有者ですね、全然遠方に住んで見えるとかいろんなことあると思うんですが、与党の方からですね、しっかり寄り添っていただいてスムーズに除去に進んでいただけるようによろしくお願いをして、一問目を終わらさせていただきたいと思います。はい、2問目になります。横断歩道の引き直し等について質問をさせていただきます。この問題はもう今までもたくさんの、議員の方々からも質問があるように、また、いろんな議員さんが地元から要望を受けていただいていると思います。非常に市民の方の関心の
高い部分ではないかなと思っております。で現在ですね、本市におきまして、白線ですね、道路の白線を引く事業を1億1000万でしたっけ、かけてやっていただいており、また県の方でもしっかり予算をつけていただいて、県道の方も引き直しをしていただいております。で実は直っていることによって非常に助かっている部分もあるんです。すごく狭い道でね、暗い部分でしっかりと線を引いていただくことによって、いわゆる速度路側帯というんですか、橋がはっきり分かることによって、まあ通りやすくなったりとか、いろんな、メリットがございます。でここでですね、逆に言うとしっかりと線を引いていただいているおかげで、横断歩道と、まあ、表示ですね、路面の表示停止線であったりというのが引かれていない部分とのその差がはっきりと出てきている部分が見受けられます。まあ、それのおかげかどうか、やっぱり私どもの方にもいろいろと線引いてあんのに横断歩道まだ引いてないんやけどというようなお声がたくさん上がってきております。まあ、そういった事情から今回ちょっと質問をさせていただくんですが、横断歩道の引き直し等ということで、まあ、各自治体からもいろいろ引き直し等の件数要望があろうかと思うんですが、現状の要望件数、新規要望等どのような現状になっているか件数をお聞かせください。名古屋市環境生活部長。要望等の件数でございますが、直近は3年間というふうなことで、件数の報告をさせていただきます。平成30年度から現在にわたりまして、年度ごとの横断歩道等の引き直しの要望件数および新たに設置を行う新設の横断歩道等の要望の件数でございますが、平成30年度におきましては本町管内各振興局管内を合わせまして塗り直しにつきましては30件、新設については20件でございます。同じく令和元年度につきましては塗り直しが45件、新設が20件、そして本年度令和2年度につきましては現在までに塗り直しが27件、そして新設が7件の要望件数となっておるところでございます。以上でございます。中村議員。はい、ありがとうございます。こちらはちょっと後ほどまた質問の方で、聞かせていただきます。今自治体の方を聞かさせていただいたんですが、私が今回質問をするきっかけになったのも、小学校の通学路にかかる横断歩道の件が要望がありまして、それでいろいろ調べさせていただいた部分でございます。と松阪市における、小中学校のですね、学校単位であったりとか、主に通学路だと思うんですが、横断歩道等の引き直しにかかる要望の現状をどのようになってますでしょうか。中田教育長。はい、議員からご質問いただきました小中学校の通学路に関する要望への対応についてお答えをさせていただきます。平成24年度に全国で登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生し、全国的に小中学校の通学路において緊急合同点検が実施されるようになりました。こうした中、本市では継続的に通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、平成27年度に松阪市通学路交通安全プログラムを策定いたしました。現在このプログラムに基づきまして道路交通法に係る信号機の設置や横断歩道の補修を所管する警察、道路の拡張など道路の管理者である県および市の担当部局、学校代表、市教育委員会、PTA 代表、自治会、住民教育会、等関係機関が連携をして、児童生徒の通学路における安全確保を目途に通学路の点検を行っているところでございます。点検の頻度といたしましては3年に1度の点検を行うこととし、市内小中学校36校を3つのグループに分け、毎年12校ずつ点検を行っているところでございます。また学校長が緊急を要すると判断した場合には、
点検の実施を予定していない年度におきましても随時点検を実施し、中学校についても学校長が判断、学校長が必要と判断した場合に 実施をすることとなっております。各学校では点検の実施上、予定を見越して事前に職員や PTA 地域と協議をし、点検の場所あるいは要望の準備をいたしまして合同点検に参加をしていただいております。毎年4月から6月にかけて点検を行い、その後点検結果等に応じて対応が行われ、年度末にはその進捗状況の確認等を行っております。点検における学校からの改善要望内容といたしましては、信号機の設置、歩道の拡張整備、ガードレール、ガード、パイプの設置、路側帯、歩道のカラー、塗装化や、再塗装、横断、歩道の設置や再塗装、交通安全の上り旗やステッカーの設置など地域の実情に応じた多様な要望がございます。次に、平成30年度、令和元年度、令和2年度の3カ年の合同点検の実施状況と整備状況、ご質問いただきました横断歩道についての状況をご説明申し上げます。平成30年度は主に本町管内の13小学校57カ所を合同点検し、50カ所について対応が行われております。横断歩道の引き直しにつきましては8カ所点検し、8カ所引き直しが完了しております。令和元年度に、元年度におきましては主に、本町管内の15小学校で56カ所を合同点検し、28カ所について対応が行われております。横断歩道の引き直しにつきましては、11カ所点検し、3カ所引き直しが完了しております。令和2年度におきましては主に振興局管内の13小学校45カ所を合同点検し、8カ所で対応が行われております。横断歩道の引き直しにつきましては14カ所点検し、3カ所引き直しが完了しております。以上でございます。徳永議員。はい、この点検についてですね、職員の方はじめ PTA、 それから地域の方はご協力、いろんなところに回っていただいて見ていただいていることをまず感謝申し上げたいと思います。その中でですね、今局長の方から、引き直しの現状をお答えいただきました。30年度は8カ所点検、8カ所これバッチリですね、直していただいていると思うんですが、令和元年については11カ所点検し、3カ所、8カ所ですか、残っているという部分から、令和2年度においては14カ所中3カ所の引き直しが、今これ現状なのでまだ直っていない部分もあろうかと思うんですが、それでも11カ所残っていると思うんです。こういった、未対応の部分についての要望、現状どのように把握して今後どう対応していくのかお聞かせください。中田教育長。未対応の要望に対しての対応でございますが、横断歩道や、路側面表示の再塗装など順次実施できる、実施することが予定されているものもあれば、歩道の拡張やガードレールの設置など用地買収が必要なことから、当該年度に直ちに対応が困難な場合もございます。未対応のものにつきましては、年度末に開催している通学路、交通安全、推進協議会に、おきまして、本プログラム実施当初からの、未対応状況の一覧表などの資料により、関係機関で、情報を共有し、当該年度の対応状況だけでなく、過去の要望で未対応となっているものの確認、未対応となっているものを確認し、可能な限り各校からの要望が実現できるよう努めているところでございます。市教育委員会といたしましては、子どもの安全安心は何よりも優先すべきものであると考えています。通学路交通安全プログラムに限らず、各学校で、
各学校におきまして、安全安心への対策やタウンウォッチング、交通安全教室などさまざまな取り組みはもとより、それぞれの立場から児童生徒の安全安心を考え、個々の取り組みの果たす役割も大変重要であると考えております。こうした取り組みのもと、地域や保護者にご協力をいただき、警察や、道路管理者、学校、地域、保護者、子どもなど関係者が一体となって交通安全安心に、一体となって安全安心につながるようしっかりと取り組んでまいります。以上です。中村議員。はい、しっかりと見ていただいているというのが確認させていただきました。ここでちょっと教育長にお願いをしたいのが、いろんな、プログラムの中で、職員、PTA から地域の方に、ご協力いただいて確認をしていただいていると思うんですが、これいわゆる関係機関で情報共有という形だと思うんですが、例えば現状今各通学路に、横断歩道交差点で立っていただいているボランティアの方であったりとか、そういった方もやっぱり自分のところきれいであったらいいですけども、まあ消えかけているようなところについては非常に気にされていると思うんですが、そういった方へ何かしらこう連絡する方法とか考えていただけませんでしょうか。中田教育長。ちょっと先ほどご説明させていただいたその対応一覧表というものがございます。そういったものを各学校に今配布しておるものをですね、今学校のに協力いただいているボランティアの方々などにとも共有をしていただくよう各学校へ指導してまいりたいと考えています。中村議員。はい、これをなぜ言わさせていただいたかというと、学校の方でいろいろやっていただいていると思うんですが、治ったか治ってないかいろんな情報がある中で、地元の方から声がかかってくると、例えば通学路一緒に歩いて見える方であったりとかが、ご存じないのかなと、結局話を聞いたときに私が調べたところ、ちょうどたまたま、地元の小学校で今年、要望したんやということが分かりまして、その情報って言ってないのかななんていうふうに思ったものですから、やっぱそういった情報が今年出したんだよとかね、何年前に出したんだよっていうの情報が共有されれば非常にありがたいかなと思いまして、ちょっとお願いという形でさせていただきました。今小中学校の方を聞かさせていただいたんですが、自治会の方についてもやはり、今現状たくさんまだ要望等あるかと思うんですが、自治会の方についての、経過、引き直し等の、把握どのようにされてみますでしょうか。浦林市環境生活部長。はい、横断歩道の乗り換え等の要望につきましては、三重県公安委員会の管轄でございますことから、自治会からの要望書に松阪市からも依頼する内容の復信書を添え、担当であります松阪警察署に提出をいたしております。それらの要望に対する経過についてでございますが、管轄が三重県公安委員会でありますことから、松阪警察署の担当から新たに施設を設ける新設の要望につきましては、文書にてその施設設置の可否についての回答が参ります。また塗り替え等の既存の施設整備につきましては、施設整備という観点から塗り直しは行わなければならないことでございますので、文書での回答は行っていないというふうなことでございます。いずれいたしましても、松阪市の交通安全のためには、交通安全施設の整備は重要事項でございます。市道の整備など、市でできることは市で行うとともに、三重県公安委員会で行います規制施設の整備につきましては、機会がありますたびにお願いをしておるところでございます。今後も引き続き、交通安全の規制施設の整備につきましては、三重県にお願いをしてまいりたいと考えております。以上でございます。中村議員。はい、横断歩道に限らず、道交法に関係するものについては市の方で当然できません。
公安委員会の方でねやっていただく内容になるかと思うんですが、まあ、聞き取りヒアリングの中でですね、当然公安委員会が管理をする場所ですので、引き直していない要望があってね、引き直しをしていない部分についても必ず直すという気持ちで、ございますというふうな、まあ、聞き取りをしたんですが、まあ、ここでちょっと、会派の方でいろいろ話をしている中で、まあ、あまり聞きたくなかったことなんですが、公安委員会の方で要望を出した案件については、5年間保存をされると。で5年経つと、まあ、記録が抹消するよなんてことをちらっと聞いたんですが、そんとかそうかちょっと分かりませんけども、そうなってくるとその古い部分についてもやっぱりしっかりと引き直しをしていただきたいので、市の方としてはやっぱり要望があった部分については、絶えず、要望の方を忘れないでかけていただきたいなというふうに思います。それと今村部長の方からご答弁いただいて、当然市の方からいろんな形で要望の方公安委員会なりまた県の方に出していただいているというふうに認識をしております。であとまた市長の方からも県または県会議員に向いてですね、いろいろ要望を出していただいているかと思うんですが、まあ公安委員会の方にはまあ腹心を添えて、まあ、提出をしていただいているということなんですが、県の方、三重県の方ですね、向いて直接何かしらの方法でお願いというか、まあ、できれば、口頭ではなく書面で出していただくようなことをお願いしたいと思うんですが、市長いかがでしょうか。竹上市長。はい、まずですね、今ご要望いただいている、横断歩道の引き直し等ね、その、まあ、前提になります交通事故、特に交通死亡事故です。これをまあ少なくすることが松阪市にとっては大きな目標の一つになっておりまして、次期総合計画のですね、目標の一つ、まあ、10年後のチャレンジというまあ表現で言わさせていただいておりますけれども、交通死亡事故で亡くなる方をゼロにしようという、それはなかなか難しいのかもしれませんけれども、目標としてですね、それは持っておきたいというふうに思います。それでさらに申し上げますと、この総合計画を作るときに市民の皆さん方にアンケートを取らせていただいてまして、その中でですね、松阪市の悪いところ、これもダントツの1位なんです。約4割の方が交通マナーが悪い、まあ、これを挙げられておりまして、まあ、それのおかげ、それのおかげはちょっとあれですが、まあ、それも一因と思いますが、昨年はですね、交通死亡事故者が15名、人口比で言いますと全国ワースト1というですね、非常にまあ不名誉な記録でございます。まあ、今年もですね、すでにもう11名の方の尊い命が失われておりまして、まあ、なんとかこれから年末にかけてですね、さらに皆様方に交通安全の周知を図っていきたいと、まあ、こんなふうに思っております。まあ、そこでですね、まあ、昨年のことも受けまして、今年度市としてできることをやっていこうということで、予算の方、まあ、予算的には10倍以上、1億円以上かけまして、指導ですね、いわゆる道路管理者としての市という立場がございますので、市道の外側線であるとか交差点の表示、まあ、こういったものをですね、きちんと皆さんに分かるように、引き直していこうということで、ほぼまだもう少し残っておりますけど、ほぼ今、完了に向かっているということでございます。まあ、最大限の努力をしていきたいということなんです。それで、県への要望でございますけどね、これまあ多分の話なんですが、三重県警の方にですね、ほぼ全ての市や町がこうした、横断歩道等のですね、交通安全施設の、修繕、
要望を出しているということでございます。松阪市も、県警本部長の方へですね、直接出向いていって、お願いもさせていただいているところでございますので、引き続き要望をしていきたいと。また県に向かってはですね、適切な予算確保、このことをですね、さらに要望していこうということで、努力をしていきたいと思います。以上です。中村議員。はい、ありがとうございます。指令できることはしっかりやっていただいていると思っております。ただ、公安委員会のことは県のことですので、非常に難しい部分はあるかと思いますが、引き続きですね、しっかりと要望の方をしていただきますようよろしくお願い申し上げまして、私からの質問を終わらさせていただきます。ありがとうございます。